テゲバジャーロ宮崎全力応援番組テゲバレイディオ J での挑戦始まりました。 MC の一谷奈々です。この番組はテゲバことテゲバジャーロ宮崎の魅力をがっつり発信していく60分の番組です。本日も宮古シティ3階宮崎サンシャイン FM オープンスタジオから元気よく生放送でお送りします。よろしくお願いします。今日もたくさん観覧の方来ていただいております。やっぱね、10番がこの後控えてますからね、ぜひぜひ最後まで楽しんでいてください。ということで、本日もこの番組そして私をサポートしていただくべくこの方に来ていただいております。自己紹介お願いします。テゲバジャーロ宮崎の鈴木です。お願いします。はい、よろしくお願いします。お疲れ様でした。この間の試合は出られてましたよね。いえいえ鈴木順違いですよ。もう随分ね、髪の毛もちょっと気合い入れて頑張ってらっしゃるなと思って。誰がレフティの7番ですか応援してたんですけどね、いや応援してないでしょ、はい、相手のことは。はいはい、ドキドキしながら名前をお呼びしました。いや頭にもう浮気みたいな気持ちですよいやでも結構そのダゾーンで鈴木純、はい、鈴木純って言われてたんで、うん、その度になんかちょっとあってなる自分がいてやっぱ面識はあるんですか？同姓同名ということですけど。面識はですね、ちょっと長くなるんで、はい、また今度話します。めっちゃ聞きたかった。まあ、じゃああるんですね。あるっちゃあるっすかね。なんじゃそりゃ仲良くはない。いや仲良くないっていう。本物の鈴木は俺やみたいな。いやいやいや、本物はまた別にいるんでそうなんですね、はい、鈴木ってだってめっちゃ多くないですか？そうなんです。だから分母が大きいんで。あでも字違うんで。お藤枝の鈴木純選手とは違う。僕さんずいじゃないですか。うん、あれなんていうのあれ。あ、ちょっと違うのか。なんかパッと見一緒だけど。パッと見は似てるっすね。あ、そうなんですね。じゃあ惜しかったということで。まあでも久しぶりの再会だったんで。うん。よかった。嬉しかったっすね、なんか。なんかね、鈴木純対決じゃないですけど。鈴木純ダービーっす。ツイートしましたけど。息子のこと知ってて。おぉ。まあインスタとかで繋がってて。うん。うちの息子がアウェーの A 席に。の横か、だから南側の A 席にいて、はいはい、最後藤枝が挨拶するときに一番前にいて、うん、認識してて、うわちょっとじゃあ息子さんに会いましたよって微笑ましいエピソードですね。そうなんですよ、はい、そんなじゃあまあ広報の鈴木さんと一緒に1時間お送りしていきたいと思います。スタジアムウェディングもね盛り上がりましたね。よかったですね、うん、もう雨もギリギリ降らず本当に降ってきて、いや結構やばいと思いましたけどね。なんかリハーサルの時とかはね少しパラついたりもしてましたけど。いや直前も結構降ってたんですよ。うん、まあ無事なんとかね挙式の方も終わり、なんかほんと幸せな気持ちになりましたね。サポーターの方もねいろいろ対応とかでね。そうです、やっぱご協力があったんで、うん、ありがとうございます。やっぱあれでねこうなんでしょう、スタジアムでやってるっていう感じが出ましたからね。そうですね、はい。あ、そして今日は鈴木さんにまた質問があってちょっと教えてもらいたいこと。いや難しいんだよな。いやこれは絶対簡単だと思うんですけど、んなんか私あんまり向きが分かってないなってことに気づいたんですよ。ダゾーンを見ていてなんか右とか左とか前とか後ろとか裏とか言うじゃないですか。あれがよく分からないんです。どっち側から見て前やねんって思いません？いや思わないですちょっと私はなんかこう見ながら どこから見て前なんですかっていうのをすごい思ってるんですけど。自分たちが攻める方向のだけの話です、はいはいはい、ゴールを決める、ゴール入れるゴールが前ですか？もちろん。あ、はいはいはい。でそれを基準、もちろんとか言っちゃいけないですね。そうなんです。本当ですよ。みんながそれを知ってるっていう前提で話すのは良くない自分の常識は非常識って思わなきゃいけないですからね。失礼しましたすいませんね。そうですね、前ですね。前はだからフォワードの方っす。えってことはだって前線の選手っていうじゃないですか結構。えテゲバが思う前と、まあ、この間出た藤枝が思う前は逆ってことですか？逆っすね。えじゃ藤枝の前はテゲバの後ろっす。だからえ実況の人がテゲバの右は藤枝の左っすね。
あ、すいません失礼します。はい、あのゴールキーパーとまあじゃあ相手チームのゴールキーパーと私が向かい合わせになって右手が右ですか？あ、手ゲバー、あ、じゃあこうで、これでいいじゃないですか。はいはいはい、奈々ちゃんが手ゲバーするじゃないですか。はい、僕が藤枝、鈴木純なんで、うん、じゃないですか。あ、これでもラジオだと分かんないんで、はい、今向かい合ってるってのを想像してもらうっていう、うん、そうですね、想像力も働かす手ゲバーラジオっていう、はい、この状況で私が右から攻めますっつったら右手、こっちが右だけど藤枝の人にとっては左、左、これは難しいわ。あの、え、難しいですかね。え、じゃ裏はどこですか？裏は前線の、まあ、裏って大体相手のディフェンスの裏っすね。裏に回り込んだとかよく言うじゃないですか。裏に回り込んだちょっと裏に走り込んだとかじゃないですか。そうです、おそらくそうなんですけど、それはじゃあんディフェンスの裏？でもいや意味合いが違いますね。相手の背後とか、はい、ディフェンスラインの裏もあるし、相手の裏を何逆をつくのなんか裏つくとか言うし、あ、結構じゃあ慣用句的な感じでさまざまな裏があるんですね。裏にはたくさん種類がある。はい、じゃあ前と後ろと右と左は分かりました。ありがとうございます。裏はちょっと深いですね。え、上とかはないですよね。上上はでもありますよ。だってロングキックとかで、あ、高く上げるやつは上、下ってありますか？下はもうだからゴロパス、あ、転がすように出す、下でつ、あ、でも違うな、下で繋いでいくとも言うな。下ってなったらなんか前線じゃない方みたいなイメージありません？あ、でもそれもありますね。下で繋い、丁寧に下で繋いでいくみたいな、ディフェンスラインで繋いでいくみたいな。難しいな。でもなんだかちょっと分かりました。ありがとうございます。ありがとうございました。教えて鈴木先生のコーナーでした。勝手にコーナー作んないのってさあ、ということでこの番組ではテゲバサポーターのあなた、まだそうではないあなたからの質問やメッセージお待ちしています。リクエストアットマークサンシャイン FM.co.jp、 サンシャイン FM が聞けるスマートフォン専用アプリ FM プラプラからは簡単にメッセージお送りいただけます。無料アプリなのでアルファベットで FM、 カタカナでプラプラと検索してぜひインストールしてください。またハッシュタグテゲバでツイッターではつぶやいていただけると嬉しいです。本日もねオープニングからたくさんのツイートありがとうございます。ツイッター限定ハッシュタグ勝手に1曲目予想へ参加の方は番組1曲目に流れる曲を予想してつぶやいてください。こちらは番組開始までの参加となりますのでご了承ください。本日参加できなかった方はまた来週エントリーしていただけたら嬉しいです。本日の1曲目まで間もなくです。本日も1時間お付き合いよろしくお願いします。テゲバジャーロ宮崎全力応援番組テゲバレイディオ J での挑戦。この番組はテゲバジャーロ宮崎を全力で応援する新富町株式会社名工社宮工シティ有限会社コギトの提供でお送りします。電気、水道、空調、太陽光、リフォームなど暮らしの困っていることは名工社にご相談ください。名工社の優秀な技術スタッフがピカッと解決します。相談はフリーダイヤル 0120-786-640、 悩む無用と覚えてください。 T ポイントも使えます。皆さん、新富町といえばレンコン、赤ウミガメ、サーフィン、キュウリにピーマン、ちりめん、ライチ、そしてヘゲバー。親、孫たちが帰ってきたくなる町へ、新富町はテゲバジャーロ宮崎を応援しています。自由の女神でバンジージャンプ、宮古シティ夏休みスペシャル世界一周トリックアートの旅、宮古シティ3階アジサイホールにて7月23日より開催。世界の名所をスマホやカメラで楽しもう。今年の夏は宮古シティで世界旅行、皆様のご来場お待ちしています。ティラララポエルタゴMarcar un gol, 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 golazo. Queremos ver muchos goles de Teje Bájaro. Cogito está apoyando a Teje Bájaro Miyazaki.
ゲバジャーロ宮崎全力応援番組テゲバレイディオ J での挑戦。ここからは選手と一緒に試合を振り返るテゲバプレイバックのコーナーです。早速本日のゲストプレイヤーに登場していただきましょう。自己紹介お願いします。はい、背番号10番のミッドフィルダーしてます、徳永雄大です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうね、ブースの外からの方も待ちに待ったというような感じでね、笑顔いっぱいですけれども、まずはその前に、本日の1曲目予想、発表していきたいと思います。今日は忍者でお祭り忍者でした。ちょっと今正解者がいらっしゃったか確認中でございます。まあ、理由としては、今週末テゲバジャイロ宮崎のね、選手たちも埼玉のお祭りに参加したり、まあ、ブースができたりということ、あと宮崎市の方でもね、エレコッチャ宮崎が、まあ、久しぶりに行われるということで、お祭りの週末になるんじゃないかというところからね、お祭りソング選曲いたしました。また来週ね、ぜひ参加していただけたらと思います。それでは早速いきましょう。本日のテゲバプレイバックは7月17日に行われた明治安田生命 J3 リーグ第17節テゲバジャロ宮崎対藤枝前 FC との試合をプレイバックします。スターティングメンバーはゴールキーパー上田、ディフェンダー小川、神野大綿引、ミッドフィルダー三村千鶴江口、フォワード高橋工藤北村でした。リーグ戦前半のラストゲームということで、選手もサポーターもいつも以上に気合が入っている、そんな空気感でした。そして小川選手が初出場、そして前節からスタメン6人を変更して連敗ストップなるかというところがね、注目の一戦でございました。徳永選手、チームちょっと苦しい状況でしたけれども、はい、試合前の雰囲気はいかがでしたでしょうか。いや、そうですね、試合前の雰囲気は、まあ、いつも通りすごく良くて、はい、まあここにもう、さっき言いましたけど、小川が初出場ってことで、うん、まあ、かなり緊張してたんで、そうなんですね、結構ロッカールームでも結構いじられたりしてみんなでちょっと緊張ほぐしたりとかして、うん、かなりいい雰囲気で試合に入れたとは思います。声かけとかもね、男子あったということで、はい、まあ、徳永選手久しぶりのリザーブメンバー入りということだったんですけど、まあ、この前節からガラリと変わったメンバーどう見ましたか。そうっす、まあ5試合勝ててない中で、まあ、いろいろ90分通して戦っていく上での、戦術だったりメンバー編成だったと思うんで、はい、まあ、そこは自分としてはまあやることは変わらず、まあ、チームのためにプレーするっていうところは変わらなかったんで、はい、まあ、そこチーム全体で90分通して戦うっていう、うんうん、ところに、まあ、着目してという感じですかね、はい、ありがとうございます。では早速試合振り返っていきましょう。ここ数試合の嫌な流れを断ち切るべく挑んだこの試合、ホームユニスタでサポーターの応援を後押しに勝利をつかみたいテゲバは、連勝で勢いある藤枝を相手に互角の展開を繰り広げます。この日スタメンに入った三村選手や北村選手もアグレッシブなプレーでチャンスを作ります。得点こそは挙げれなかったものの、相手にも得点を与えず前半を0対0で折り返します。徳永選手、前半外から見ていていかがでしたか。そうですね、やっぱりスタメン変わった選手がすごい躍動してましたし、はい、まあ、藤枝相手に前半0対0で終えたっていうのは、まあ、チームとしてポジティブだったし、まあ、後半もっと行こうっていうギアにもなったし、はい、まあ、すごい見てていい前半だったなっていう風に、うん、鈴木さんはいかがですか。そうですね、なんかやってやろうっていうのは感じました。そうですね、なんかこうメラメラしたものはね、はい、サポーターの皆さんにも伝わったんじゃないかと思います。後半テゲバは工藤選手、三村選手に代わり園田選手、そして徳永選手が入ります。この時何か監督から指示があったりしましたか。いや、もうこう前半0対0で折り返してくれたんで、はい、あとは後半僕たちが、まあ、チームの流れとか変えて、うん、まあ、勝ち切るっていうところを監督から言われてたんで、まあ、そういう意気込みで入りました、はいはい。まあ、なんとか先制点を挙げたいテゲバ、すると53分、この日左サイドに入っていた綿引選手からの折り返しにゴール前で合わせたのは徳永選手。今シーズンのテゲバの10番徳永選手の見事なゴールで先制します。さあ、まずはこの得点シーン振り返っていただけますか。いや、でもこれはもう左サイドで、はい、綿引と千鶴が
うまく崩してくれたんで、まあ、あとはもうそこに入っていくだけだったん で、まあ、パスもその前に綿引きと目が合ってたんで、あ、そうなんですね、はい、まあ、来るだろうなっていうのを感じてたんで、うーん、まあ、あとはしっかり抑えて枠に入れることだけを考えて打ちました、うんうん、まあ、決め切ったというところで、まあ、チームがね苦しい状況の中でホームで挙げた先制点、まあ、サポーターもねとても盛り上がっていましたけど、その辺はいかがですか？そうですね、まあ、自分自身も盛り上がりました自分自身も盛り上がりました。でも本当ね、なんかこう久しぶりにこうユニスタが湧く感じがね見れて、ちょっと流れの中から崩しての得点だったんで、うん、はい、まあ、今までよりかはなんか自信になるゴールだったなっていうふうに思います。うん、はい、ありがとうございます。先制点を挙げさらに勢いよく追加点を狙いに行きたいテゲバ、しかし6分後相手のカウンターに対してピンチを迎えるとそのままつながれてしまい失点、1対1の同点となります。この失点シーン、鈴木さんご覧になっていかがでしたか？あ、僕に来るんですねちょっとぼーっとしてるかなと思いました。してないですよ、ちゃんと見てるんですよねしてます、すいません、まあ、神野が倒れて、うん、その瞬間に足が止まったテゲバとすかさず反応した藤枝っていうところが、はい、もうあの失点を物語ってるかなっていう、まあ接触はありましたけど審判は笛鳴らしてないんで、まあそこはまあ、うんうん、止まらずに誰かがまあ行かなきゃいけないってところでしたけど、その瞬間やっぱ藤枝3人ぐらいもうめちゃめちゃダッシュで行ってて、うん、まあ、ゴール前やっぱ人数かけてたんで、あそこはなんとか止まらずにみんな、まあ、一瞬ですけどね、でもその本当一瞬でもう前進されちゃうんで、うーん、まあ、その辺は多分選手たちが一番分かってると思いますけど、悔しい失点だったんじゃないかなとは、うんうん、はい。徳永選手はプレーしててどうでしたか？いや、そうですね、今ジョニー君が言った通り、うん、ですよね、はい、ありがとうございます。もう一度流れを引き寄せたいテゲバでしたが、70分過ぎに大選手が負傷、交代カードを使い切ってしまっていたテゲバは大選手を前線に残して戦う展開となります。何としても勝利をという気迫がユニスタにも伝わる中、勝ち越しのゴールを狙うテゲバでしたが、89分、セットプレーから失点を喫してしまい逆転を許してしまいます。残り少ない時間で追いつきたいところでしたが、アディショナルに3点目を奪われてしまい試合終了、1対3。この結果前半戦17試合を終えて4勝7敗6引き分けの13位で折り返すことになりました。試合全体振り返っていただいてどうでしょうか？そうです、もう先制点取るまではすごいいい流れだったと思うんですけど、はい、まあ、その後すぐに失点してしまって、うん、あとセットプレーで2失点というところがすごいもったいないかなっていう風に感じるのと、結構後半アクシデント続きで、まあ、ケンジ君が怪我したり、そうです、ね、まあ、足をつった選手も何人かいろいろ出てて、うん、そういう中でやっぱり上位相手に 1-1 で終わらすのかとか、もう1点取りに行くのかとかっていうところを、まあ、チームグラウンドの中でもっともっと選手たちとコミュニケーション取ってやるべきだったなっていうふうに思うんで、まあ、すごいもったいない敗戦だったな。はい、まあ、ちょっとね負傷も出たりして心配ではありましたけれども、鈴木さん全体振り返っていただいていかがでしょう？そうですね、なんか点取った後確かにどうしていくかっていうのは確かに難しいところで、もちろんもう1点取り行きたいっていう思いのがあるとは思いますけど、はい、まあ、1-0 で終わったらそれはそれで勝ちにもなるので、その辺のマネジメントというか、その辺は確かに戦略的なところ、バラバラになっちゃうとやっぱどうしても前がかりの選手と守りたいって選手だと全体にやっぱズレが生じるんで、その辺は確かに意思統一っていうのは大切になってくるのかなっていうところではありますね。サッカーだけじゃないと思いますけど、そういうのはコミュニケーションみたいなところが重要ってことですかね。そうですね、はい、ありがとうございます。ということで次節は24日日曜日、アウェーで AC 長野パルセイロと対戦となります。ぜひ意気込みを聞かせてください。そうですね、アウェーですけどすごいいいスタジアムでいい雰囲気でできると思うんで、はい、相手もすごくいい順位にいると思うし、自分たちはここでしっかり勝ち切って
後半戦、リーグ後半戦最初の試合だと思うんで、しっかりアウェーで勝ち切って、次の宮崎のホーム戦につなげれる試合にできたらなと思います。はい、ありがとうございます。フルスだからね、相模原は。そうですね、次のホーム戦、相模原でフルスなんで。ぜひまたね、はい、ゴールを決めていただけたらと思います、はいはい、後半戦はぜひテゲバの逆襲を。サポーターの皆さん、後半戦も引き続き熱い応援をよろしくお願いします。以上、テゲバプレイバックでした。電気、水道、空調、太陽光、リフォームなど暮らしの困っていることは名工社にご相談ください。名工社の優秀な技術スタッフがピカッと解決します。相談はフリーダイヤル0120-786-640、悩む無用と覚えてください。 T ポイントも使えます。自由の女神でバンジージャンプ、宮古シティ夏休みスペシャル、世界一周トリックアートの旅、宮古シティ3階アジサイホールにて7月23日より開催。世界の名所をスマホやカメラで楽しもう。今年の夏は宮古シティで世界旅行、皆様のご来場お待ちしています。皆さん、新富町といえばレンコン、赤ウミガメ、サーフィン、キュウリにピーマン、ちりめん、ライチ、そしてテゲバー。子や孫たちが帰ってきたくなる町へ、新富町はテゲバジャーロ宮崎を応援しています。テゲバプレイス。テゲバフェイス、選手の素顔に迫っていきたいと思います。選手の素顔はもう工藤選手になっちゃいますからね、はい、すいません、選手の素顔に迫っていきたいと思います。まずはですね、メールがいろいろと届いてますのでご紹介しちゃおうかなと思います。ラジオネーム、アラビンド・ビンハゲ・チョビンさんからいただいております。ありがとうございます。初めましてですかね。テゲバレディオの皆様、トクン、こんばんは。藤枝戦では今季初ゴールおめでとうございました。あの時の選手と会場中のたくさんの笑顔、大盛り上がりでしたね。いよいよ後半戦、皆さんの練習成果にサッカーの神様が微笑んでくださることを、勝利を願い、引き続き精一杯応援します。トクンも怪我には気をつけてくださいね、といただいてます。はい、ありがとうございます、ね、もう応援メールが本当たくさん今日届いてまして、もう一通ぐらいいっちゃいましょう。ラジオネーム、特訓推しさんからいただいております。推しがやっぱ多いですね。いやいやいや、10番やもんな。そうね、ご紹介します。ななちゃん、特訓、こんばんは。あ、鈴木さん忘れられてますけど、いいんですか。卒業ってことじゃないですか。違います。ありがとうございました。やめてください。後押ししてくれてるんですよ、それは。助かるわ。鈴木さん、とっくん、こんばんは。初ゴール書いてないですよね。虚偽、はい、ダメっすよ。初ゴール、初得点、おめでとうございます。待ちに待った推しのゴールを目の前で見れたこと、とても嬉しく思います。今月末ホームでの SC 相模原戦、とっくんが前在籍していたこともあり、個人的に楽しみな一戦です。勝利につながる恩返し弾、期待しています。暑い日が続きますが、水分補給などで補いながら頑張ってください。私たちテゲサポも全力で応援していきます、と届いております。ありがとうございます。フルス戦頑張ります。そうですね、はい、恩返し弾見てみたいですね。そうですね、ありがとうございます。恩返ししたいですね。相模原だけには負けちゃダメ。はい、思いがね、ちょっとここは格別ですけれども、はい、もう一通、じゃちょっと質問もいただいてるので、ラジオネーム、ブラックよりカフェラテ派さんからです。ブラックよりカフェラテ、俺じゃないですか。お、最近行ったカフェで美味しかったカフェはどこですか。そしてブラックコーヒー飲めるようになりましたか。最近行ったカフェで、最近あのマーメイドカフェが好きです。どこにあるんだ。人魚。人魚じゃないですよ。場所どこって言ったんやろ。ちょっとまだ宮崎詳しくないから。結構ね、カフェ巡りされてますよね。結構しますね。ちょっとインスタグラムを拝見したんですけど、なんかインスタグラマーみたいな感じで。いや、インスタグラマー目指してるんですよ。女子大生のインスタみたいな感じでしたよ。素敵ですか。そうなんですよ、はい、じゃあ今の一押しはマーメイドカフェ。そうですね、ちなみにブラックはまだ飲めないです。はい、じゃあブラックよりカフェラテ派ということで。どここれ。
ありがとうございます。まだまだメールいただいてますので、まあ、それもねあのご紹介しつついきたいと思います。さあそれではですね、毎回やってる一谷から選手へ聞きたい7つの質問、今週もやっていきたいと思います。これでマーメイドって言うんですね、うん、鈴木さんが今調べてくれて、場所どこでした？これ波島？波島？波島？なんていうの？調べたらま出てきますか、宮崎マーメイドカフェ的な。え、これでしょ？ちょっと今確認作業がね入ってますけれども。スイーツもあるのね。スイーツもあるっすよ。なんかスイーツも食べられたんですか？スイーツはあのティラミスがめっちゃうまいです。ティラミス、はい、結構甘いものも食べれるタイプですか？甘いものが好きなタイプです。うん、甘いものが好きなタイプです。あ、そうなんですね、はい。まあ、ブラックが飲めないぐらいですから美味しいのにね。え、じゃああの、まあ、最近はね、最近もというか甘いものカフェにもハマっている、はい、徳永選手、はい、ちょっとあのサッカーのお話もねまずはしようかしらということで、はい、ご自身のプレーの長所をズバリ教えてください。長所ですか？はい、そうですね、やっぱ右足のから出るパスとキックとシュートですね、うん、おー、あの打ち合わせの時にディレクターさんが、はい、一番おしゃれななんかキックをするんだよねみたいなねことちょっと言ってましたよね。おしゃれなプレーをするんだよねっていう表現をされてて、はい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 、なんかちょっとそこもちょっと心がけてます。はい、おしゃれなプレーってか、まあ相手との駆け引きを楽しんでます。はい、ちょっとじゃあ余裕があるんですか？余裕がある感じを出してますなるほど、はい、鈴木さんから見て徳永選手どんな選手ですか？いや、しっかり 相手とボールの間にお尻をしっかり挟んで、うん、ボールを奪われない選手ですね。あ、しっかりキープしつつみたいな。相手にしっかりお尻当てるんでパチンって。なるほど。え、いやでもそれ意外とできないんですよ。それは確かに意外と難しいプレーなんです。結構練習しましたね、それは。ボールの隠し方とか、へえ、家永得意だよね。ボールの隠し方とか、そうですね。フロンターレの家永選手のプレー見たら分かりますよ。家永選手メモしときますね本当にボール取れない人ってボール見えないんですよ、もう隠して隠してなるほどなるほど、はい、それ取り行こうとしたらくるって反転していけちゃうし、うん、みたいな。あ、よくねそういうシーン見はしますけど、それはボールを隠してるっていうことなんですね。ボールの置きどころとか。え、ということはもしかしてあの50の質問ですよ、ホームページの、はい、これだけはチームで負けないこと、お尻って書いてましたけど今の話ですか？いや違います、これはお尻の大きさです。ただの違うんだ、はい、私今すっごい納得してたんですけど。いや違います。お尻の、まあ、その大きなお尻を使ってはい、はいうん、ボールキープっていう、はい、全てはつながってるんですよね。音もいいし音お尻の音もいいですみんないいでしょ。いやいやいや、結構皆さん聞いたことがあるんですか、その音は。あんますかね。僕は聞きますけどあ、お尻が大きいっていう意味だったんですね。そうですね、全然ただ大きいだけじゃないですよ。鍛え上げられた大きいお尻なんで。まあまあまあ、そうですね。やっぱじゃあ筋肉的な、はい、まあバランスですかね、いろんなテゲバジャーロ名物の砂浜トレーニングで鍛え上げられた、はい、じゃあ次の試合は徳永選手のお尻を見ておきたいと、はい、そうですね思います。え、ちなみにどんなお尻が理想とかあるんですかサッカー選手で言うと、はい、あのスターリングっていう選手がいるんですけど、スターリング、はい、うん、なんかもうお尻が、はい、もうふくって上がってて、うんうんうん、なんか物とか置けそうなんですよ。だから立っててもお尻の上に物が置けるのが目標です。なるほどね、針が出てるみたいな、はい、針っていうかもうボンボンなんか出てるんですよ、お尻だけキュッてふって。へえ、漫画にありそうだね、うん。じゃあもしそのくらいまでお尻が育ったらね、はい、番組で桃乗せるチャレンジ、そうですね、させていただけたら、コーヒー乗せれるっすよ、だからカフェでそれはでも映えるかもしれないですもんね、うん、それ目指してますはい、ありがとうございます
じゃあ次の質問いいですか。はい、まあ、自分の性格を負けず嫌いというふうにね、おっしゃってますけれども、はい、あ、俺って負けず嫌いやなって感じるのどんな時ですか。いや、もう最近で言ったらあれですね、はい、スタメン外れた時ですね。あ、前節。はい、やっぱ悔しかったですし、うんうん、はい、でもね、途中出場でしっかり点を決めて、こうなんか、まあ、そうですね、年齢的にもちょっともうキャプテンということもあって、はい、まあ、昔は結構なんかね、なんか落ちたり落ち込んだりっていうわけじゃないですけど、はい、まあ、ムスッとしたりしてみたんですしてたんですけど、うん、もう今はね、チームのことを優先してチームのためにプレーできるようになってきたかなっていうふうに思います。はあ、すごいですね。すごいですね。なんかそういう、いや、私まだどちらかというとなんか自分が悔しいこととかあったらムってなっちゃうんですけど、うん、自分の中でそういう感情をコントロールするのって、ね、なんかこうコツというかこうしてるみたいなの。いや、まあけどムってする自分も嫌いじゃないんですよ。うん。なんか笑ってますけど。わかります。わからなくはないけど。なんかムッとしてる自分がいなくなったら終わりやなとも思ってるんですよ。うんうん。まあ、そこに悔しさがなかったらもう終わりだと思ってるんで。反骨心ですね。はい。そこの自分も好きでありつつ、うん、チームのためにっていう風な考えに。なるほど。たどり着きました。悔しいって気持ちあるけど、それはまあ。表には出さずに、そうですね、チームのために頑張るみたいな、ちょっと自分の体にぶつけてみたり筋トレめっちゃしてみたりとか、こうメラメラしたものはうちに消化していくって感じなんですかね。勉強になります、はい、ありがとうございます、はい、なんかあったら筋トレしてみてください。はい。あのツイッターの方がですね、次はお尻を見ますとか、なんかもうお尻の話でとても盛り上がって、いやいやいや、ちゃんと右足の、はい、キックとか見てくださいね。右足の付け根のお尻でしょ。じゃあもう一個質問言ってもいいですか。はい。なんかちょっとじゃあ次は何でしょう、プライベートなこともお聞きしたいなということで、はい、カフェ以外で最近ハマっていることはありますか。はい、最近カフェ以外ですか。はい、カフェ以外でお願いします。でもね、ゴルフしたいなと思ってるんですけど。お、したいなとか、まあ、ちょっとしてるんですけど。はい。ちょっとでしょ。なんかゴルフ仲間がね。え、うん、でももっとなんか練習とかして上手くなりたいなっていう気持ちはあります。はい、鈴木さんと行けばいいじゃないですか。え、ジョニー君ちょっと上手すぎるんで。上手くないよ。もうちょっと下手くそなの、綿引きとか。いや、綿引きうまいからね、最近綿引きとか、いや、大熊とか青山とか、ちょっとしょぼいメンバーで集めて、しょぼいって言われてますけど皆さん。やりたいですね。それで言ったらおすすめは奥田雄大かな。いや、奥田雄大よりかうまいですけど俺の方が。でもテケバの中でゴルフブーム来てますよね、結構皆さん言ってて、多いですね、はい、ゴルフゴルフね、ありますよ、だって宮崎ならではじゃないですか。安いですからね、うん、って言いますよね、宮崎ね、はい、始めるにはぴったりなんですかね。ジョニー杯ってのがあるんですよ。大会がね、大会が、いつ、この前もやったんですけど、はい、第1回は、うん、昨年所属してた宮城選手が優勝だったんです、はい、2回が僕で3回がチブでした。あ、チブ選手うまそうですもんね。あいつうまいらしいですよ、チブは。そうです、青島で、青島との相性がいいんですよね、チブは。やっぱその土地とか、いや、コースです、コース。あ、コース。チブはもう、あそこの戦略を見つけてるんで。ちゃんとトロフィーもあるですからね。あ、そうなんですか。持ち回りの。あ、あのあるじゃないですか、札みたいな。はいはいはい。あれに名前書いて、第何回優勝みたいな。なんか高校総体的な感じで。持ち回りなんで、持ってきてもらうっていう。家で管理していただいて。あ、じゃあ今チブが持ってる。チブが持ってます。次目指して始めたらいいんじゃないですか、練習。いや、そうですね。でもちゃんとハンデもあるから、はい、一番スコアが良くても別に優勝できるってわけじゃないから。あ、ちょっと難しいんですね。次回は参加してもらいます。参加できるぐらいのレベルまでとりあえず頑張ります、うん、ぜひ、はい、ちょっとまた成果をね、はい、報告していただけたらと思います。じゃあ最後、あと一つ質問してもいいですか、はい、じゃあ徳永選手の今の夢は何ですか。今の夢ですか。はい、今はもうあれですね、変わらず日本代表になることです。かっこいい、はい、ぜひね、手際から、
みんなでこれからもね温かく応援していきましょう、はい、ありがとうございます。それではここで曲をね1曲かけたいと思うんですけれども、徳永選手からのリクエストナンバーとなっております。これ選曲の理由がありますか？いや今最近好きな曲ハマってるんです、はい、いやなんかあいみょんちょっとバレてきだしたんで今日リクエストでもねあいみょんいろいろいただいてたんですよ、うん、じゃあ変えていこうかな変化球ということでお聞きいただきましょうキャナイでバニラ。テゲバコネクト。ここからはテゲバコネクトです。テゲバジャール宮崎の情報をお伝えしていきます。まずは今週日曜日24日はアウェー戦です。 AC 長野パルセイロとの一戦です。19時キックオフということで、まあ、現地まで行けないサポーターの皆さんもいらっしゃると思います。そんな皆さんに朗報です。西都市文化ホールにてパブリックビューイングを行います。そしてですね、その前にホームタウンである西都市で西都夏祭り行われているんですけれども、こちらにデゲバジャール宮崎の選手が参加します。このお祭りのねブースイベントブースが出まして、いろいろとこう100円で参加できる、まあ、のゲームミニゲームなんかもねあるみたいなんですけれども、このイベントブースから西都市文化ホールパブリックビューイングの会場も大変近くなってるということですので、ぜひお祭りに行かれて、こうその後ねパブリックビューイングも楽しんでいただけたらと思います。鈴木さんから何か補足はありますか？そうですねまあ試合を見つつ、うん、お祭りも楽しむっていう、いいですね。サッカー興味ない人をお祭りという何ですかね、お祭りに行こうっていう体で行って、おサッカーも見ようっていう、確かにそういう普及活動にしていただけるとなかなかねパブリックビューイング誘うのは大変という方も、もしかしたらねお祭り口実にできるかもしれないですね、はい、ぜひよろしくお願いします。そして夏休みは J リーグへ遊びに行こうということで、無料招待のキャンペーンが始まりました。まあ、市内の小中学校も夏休みに入ったところもあるんですかね。まあ J リーグが実施しているキャンペーンとして、ユニリーバスタジアムで行われる8月21日ガイナーレ鳥取戦、そして28日の YSCC 横浜戦を対象にペアでホームゴール裏席をそれぞれ150名様にプレゼントいたしますというキャンペーンで、合計300名ですね無料招待となります。受付期間がですねそれぞれ分かれておりますので、まあ、詳しい詳細はホームページの方をチェックしていただけたらと思います。これもね初めて来るきっかけになると思いますので、ぜひ皆さん広めてください。そして7月31日のホーム戦なんですけれども、なんと私歌わせていただくことになりました。やったお。よろしくお願いします。すごちょっとどういうこと、歌手なんです。あ、はい、えそっからはい、私実は歌手なんです。そっちがシンガーソングライター、はい、そっちがメインで活動しておりまして、すいません、ちょっと歌わせていただきます。あいみょんだ。あいみょんや。宮崎のあいみょん。あ、みょん、あ、はい、あいみょんなので応援してくださいあいみょんじゃないんですけどいつかじゃあ一緒に歌えたらいいね。お、特にお願いして。そうですね、伴奏するのであいみょん歌ってもらうっていうのもいいですけどね。 あいみょんさんって呼んでもらってそういうことどういうことかしら。まあはい、7月31日歌います。こちら初出しだったんですけれども、まあちょっとねホーム戦連敗の中歌うの大変難しい気持ちなので、そんなことないですよ。ぜひ次のアウェーで勝って帰ってきていただけたらいいなというのを私は思っております。よろしくお願いします。はい、頑張りますということでテゲバコネクトでした。それではまだ読み切れていないメールがございますので、ちょっと紹介していこうと思います。ラジオネーム鶏肉課長さんからです。ありがとうございます。徳永さんこんばんは。まずはスカッとするゴールありがとうございました。
次節は最初から最後まで皆さんの笑顔であふれる試合になることを心から願って応援します。徳永さん、鈴木さんに質問です。次節の油断しました。課長、いいですか？失礼しました。次節の長野パルセイロ、以前は1対0で勝利していますが、どんな印象のチームですか？対戦相手についてね、質問届いております。あ、そうですね、まあ、監督変わって、はい、あの去年までいたあの YS にいたシュタルフ監督がやってて、うんうんうん、はい、すごいなんかいいサッカーするなっていう印象はすごい YS の時からあったんで、まあなんかいいサッカーする上に結構戦ってくるチームなんで、まあ、球際だったり、うんうん、みんな走れる選手とかも多いと思うんで、まあ、すごい難しい試合になるかなっていうふうには思います。うーん、鈴木さんはどうですか？いや、ほぼほぼ言われたんですけど、やっぱシュタルフ監督のもとで、はい、なんていうんですかね、長野って結構タフな、監督変わる前から結構タフな、なんていうんですかね、手堅く勝ってくるチームだったんですけど、 それにプラスでいいサッカーをしてくるので、うーん、その辺のなんかやっぱ去年より良くなってるなっていうのは、ああ、そうなんです、あるんですけど、まあ、だからといって負けるわけにはいかないんで徳永選手はじめ手際の選手たちがやってくれると思いますけど、本当にいいチームっていう感じのイメージですかね、うんうん、あとはやっぱさっき徳永選手も言ったんですけど、はい、すごいスタジアムが素晴らしいスタジアム、サッカー専用スタジアムで、うん、サポーターもやっぱり熱いので、そういう一体感というか、うん、その辺になんていうかね、飲まれないように大丈夫だと思うんですけど、うんうん、してほしい、じゃあしてほしいですかね。あとはやっぱテゲバが J リーグで初めて勝ち点を取った、まあ、うん、なんていうんですかね、勝ってはないですけどね、引き分けだったんで、初ゴールもじゃないですか、初ゴールだからやっぱ縁起のいいスタジアムだと思うので、次は勝ち点3を取ってもらいたいと思いますね、はい、そうですね、なんかちょっと次の試合どういう視点で見ていいのかすごい勉強になりました。ありがとうございます。もう一つご紹介しちゃいたいと思います。ラジオネームコツメカワウソさんからです。ありがとうございます。とっくん、今季初ゴールおめでとう。これまでゴールに匂わせシュートばっかりだったけど、やっとやっとやっとゴールネットを揺らせましたね。街長かった。ゴールが嬉しすぎて手が震えて、ゴール後撮影した写真はブレブレです。これからも、ファンタジスタ徳永ゲーフラを掲げて全力で応援しているので、後半戦も特訓らしいプレーができますように、というふうに届いております。ありがとうございます。はい、ちょっと他にもですね、はい、今日は本当応援メッセージだったり、この間のゴールについてのね、あのコメントもたくさん届いておりました。ありがとうございます。さあ、ということで、まあ、早いもので番組ももうエンディングなんですけれども、最後に徳永選手からリスナーサポーターの皆さんにコメントをいただいてもよろしいでしょうか。はい、まあチーム今なかなか勝ててないですけど、はい、まあ、こういう中でもこういう状況でも、まあ、応援してくださってくれているサポーターの皆さんのためにも、うん、まあ、次の長野戦は、必ず勝って宮崎に勝って宮崎に帰ってきたいと思うので、まあ、パブリックだったりダゾーンだったり、うん、まあ、現地だったり、まあ、その勝利の瞬間をみんなで喜び合えたらと思うので、次節も変わらず熱い応援よろしくお願いします。ありがとうございます。そうですね、なんかこの間のホーム戦ゴール決まった瞬間のなんかあの高揚感というか喜びすごかったので、まあ、次はまあアウェーですけれども、なんかこう勝利をね、次こそはみたいなと思います。さあ、ということで番組最後はですね、まあ、徳永選手はもう何度もしていただいてると思うんですが、テゲバイバイっていうのを合言葉に。これ最近始まったでしょ。え、これ最近始まりました。え、そんなことないよ。あ、そうなんですか。前じゃない。記憶、やられた記憶は1回しかないです。じゃあまた今回もね、やっていただけたらと思います。さあ、ということで皆さん今週もお聞きくださりありがとうございました。週末は埼都夏祭りの方にも選手たち遊びに行きますので、皆さんもね、楽しい週末お過ごしください。テゲバジャーロ宮崎全力応援番組テゲバレイディオ、また来週です。
せーの、テゲバイバーイ。